幼虫食害を受けたサボイキャベツ成虫、与党ガは、蝶名アガカ与党赤の昆虫。幼虫は極めて多食性で、イネ科以外のほとんどの植物を食害する。老齢の幼虫は、日中は、途中や株の地際に潜み、夜間に地上部に出てきて食害するため、野党ガの名がついた。薬島以北の日本各地、朝鮮半島、東アジア、南アジア、ロシア、 ヨーロッパに分布する。成虫は体長が約15から20ミリメートル。羽の体長は約45ミリメートル。体色は肺褐色黒褐色で不鮮明な白色の反紋がある。卵の直径は約0.6ミリメートルのやや扁平な球形色は乳白色。卵海で産み付けられる。魚頭ムシとも呼ばれる幼虫は指紋はなく表面は平滑。 体色は、頭部は高褐色で不明瞭な暗褐色の反紋があり、頭部は外黒色、暗褐色、暗緑色などで、数多くの小さな黒点がある。老齢幼虫の体長は40から50ミリメートルほどになり、途中で溶化する。さなぎは、途中で体長が約18から22ミリメートル。褐色、一般に年に2回発生。 地域によっては3回発生する。さなぎで越冬し、4月下旬から、うか、すぐに交尾、産卵する。卵は夜間に、数十、数百個の塊で歯の裏に産み付けられる。産卵は、高温症負の場合に活発になる。孵化した幼虫は歯裏に群生して食害し、食害を受けた歯は表皮のみが残る。3年頃になると個体ごとに分散し、日中は、 土中や株の地際に潜み、夜間に活動する。6月下旬に、幼虫は6例まで生育し、歯に穴を開けながら暴食する。この年の幼虫の食害が90%程度を占める。その後、地中に潜って、8日、仮眠する。ただし、冷涼な地域では、断続的に幼虫が発生する。9月から10月に浮かし、10月から11月に、 幼虫が発生する。その後、地中で幼化、越冬する。非常に高食性で、稲科以外のほとんどの植物を食害する。与藤ガの幼虫による大きな被害が知られている作物には、アブラナ科、豆科、赤坂カカ、菊科、ナス科、ユリ科、ウリ科、セリ科、バラ科などが挙げられる。ありがとうございます。